こんばんは。そう、父ならでは今月はちょっとあんまり用事がないので、多分行きます、早めに。こにゃにゃ、めっちゃ可愛い、ありがとう。ちょっとボサ、あんまボサボサかもしれない。ちょっと花粉がやばみ、え、もう花粉が出てきているの。4月3日申し込んでみた。お、ありがとう、楽しみ。おすすめなら買えたそうかな。嬉しいです。この2つをとりあえず今一番のおすすめにしています。そう、5月1日と4月3日両方7時間目おすすめしてます。で、右上の女の子はうるうるって言ってるんですよ。うまうまじゃなくてうるうるっつって言ってます。もーちゃんとの映画デートかな、楽しみ。お、もう楽しみですよ。どの人ちょっと感染ちょっとあるある。明日の髪は夜と明日書く。今日は熱心並べとかしてたので、名前に気をつけんと。本当ですよ。大人っぽい。なんでな、課題はね、そんな多くはないんで終わりましたよ。5月1日はポップコーン用意しとくね。お、ありがとう。確かにパッと見うまうまみに見える。確かにね、見えちゃう前髪が。嬉しい。そうですよ、カードにも気をつけないと。たまにランダムでやってる日なんか。桃が好き、桃が好き。紙に貼ってある5月1日から近い5月号はもーちゃんが生まれて6センチ、すごっ。そんなん自分でも見たことなかった。4月3日申し込みありがとう。ごめんなさい、うん、いいのよ、全然。来週の話から外から挑戦します。お、楽しみ。4月3日仕事でうるうる、4月17日に長話しましょう。うん、ありがとう。試験です、もーちゃんしか勝たん。お、ありがとう。ストラバ初めてコメントしました、嬉しい。今日ね、多分全部返したのかな、どうだろう。お知らせ分かりやすい。お、よかったです。こんばんは、こんばんは。え、ドンキの曲じゃないよ。あ、あんまドン、え、嘘、ドンキの曲歌うもん。
ドンキでもあんまり、なんか曲が出てこないの。ああ、ドン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 キドンキーホーテーだ。いや、高知にはねドンキがないのでね行けなかったんですよ。で、広島に引っ越してきてやっと行ったんですけど、あんまり行かないので曲がパッと出てこなかった。でもお店の中にいたらなんかすごく頭に残る曲。実は3月に AKB お話し会撮ったことないしょ。え、そうなの？やった。その髪可愛いからおメールもお願いします。はい。コンチ、あ、コンチじゃない、コーチはドンキないです。この後ドンキ行くんじゃけど。わらわら、すごいタイミング。どっちの、どこ、ドンキって広島3個くらいあるのかな。3箇所だね。全部わかるよ、もう多分。島根にドンキあるけど往復2時間以上かかる。そうなん。八丁堀と、なんて読むのかな、これ。祇園？待って、なんて読むんだ。でも場所はわかります。なんか、八丁堀は、まあ、町のど真ん中で、そう、なんか南区の方に、南区か北区かわからんけど、そこら辺のところにあって、祇園、宇治のあったの、祇園はどこだっけ、どっかにある上の方にある、ちょい上町の。そうな気がする。今日の服も映画館っぽくて、かわいい。お、映画館っぽい。大島港の近く、あ、そうだね、そこらへん行ったことはない気がする。そこ、パルコの近くあるね。今日前髪バッチリ決まってました。18日楽しみ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。お母さん、前髪決まってないのにそんな褒めていただいてありがとうございます。もう楽しみです。多分お姉ちゃんと一緒にお仕事ができるのはそのラジオで最後かなって思うので、そう、下北 FM さんには感謝です、本当に。姉妹配信楽しみね。もう嬉しい。みんなで盛り上げたいね。そうだね。そう、ぜひ来てほしい。ももちゃん前髪はちょうどいいけど、全体的に髪のボリュームが多くなってきて。なんで知ってるの、私の最近の悩みを。もう、下北 FM さんの生電話、立演姉妹どっちでもお話できるのかしら。どうなんだろう。2人と話せたらいいなって思う。2人でこう一緒に悩んでたのね。そう、なんかそろそろ多分宿毛矯正が切れてきて、なんか
しかも教師が、皆さん当日いっぱい盛り上げましょうね。おお ありがとうございます。たくさんメールしますってでもそうだ、お姉ちゃんと話せる機会だから、ぜひお姉ちゃんとはもちろん話してほしいなって、今はって思った。そう、話し会もね、もともと多分券取ってないと話せないんですよね。あ、もちろんダブルアシスタントナムネーマです。あ、嬉しいです、皆さんぜひやったー、姉様と出ました。あゆちゃんファンを優先させてあげたい気もします。うん、そうですね、全然どうなんだろう。でもいっぱいそうやっぱね、お姉ちゃんと話せる機会なのでね、ゆかちいね。こんばんは、こんばんは、いらっしゃい。姉さんファンが話せる機会もあまりないもんね。そうだね、なんかお話し会のやつが取れたらよかったな、多分よかったんだろうけど、もともと撮ってる人しかできなかったらしいので。前回はまーちゃんとお話しさせていただいてドキドキでした。おドキドキでした、よかった。めちゃあれ緊張したよ、みんなにね、みんなにお話ししてるのがさ、聞こえてると思うと、なんかいつものお話し会よりも緊張して、そう、やはり生電話は今回は控えようかな。うん、そんなことぜひぜひ待ってますよ、もんはぜひ来てください、もしよければ。こんばんは、こんばんは、皆さん緊張しないみんなも緊張しとったね、結構お互いが。今回はメールは今回も送ります、やったー。僕もガチガチで電話してたよね、緊張する方もね。そう、なんか昨日のイベントをもうドライブのガチャガチャのさと当選の方とやったゲームもさ、ゲームもなんかみんなファンの方同士でお顔が見えるんですよ。そう、それですごいなんか緊張してるように見えたそう、そう、ズームでやったんですよ、多分あれは。多分ズームだったと思う。ズームか。ズームでやって、そう、みんな、そう、顔が見えて、話したら何を話してるか、他の皆さんに聞こえちゃうから、なんかみんな緊張してたイメージ。でも、もう緊張してた。それは難しい、そう。自己紹介とかは知ってなかった。なほみまる、みまる、シティホーテッドモバイル独自 A 賞のオンラインイベントですね。はい、そうですでも皆さん優しくていい人、うん、ほんまに、ほんまにそう思う。嬉しい、楽しい企画多いよね、スティーは。お、そう言ってもらえて嬉しいな。やったね、いろいろイベントしたいけどね。なんかもう、
でも本当にお話し会とかもいつもオンラインだから、もしオンラインじゃ以外でもできるようになったらもう本当にガチガチになりそう。オンラインの時は話しとっても実際会ったら緊張しそうもっともっと。ももちゃんのファンにかなり興味があります。なんでなんで、でもほんまにみんな優しい。もうお話し会とかしようっても思うけど、もう今のところというか、ももが傷つくことは絶対に一回も言われたことないし、もちろんね、それにいっぱい褒めてくれる方多いし、楽しい話もしてくれるし、すごいなんだろう、笑顔でいつも応援してくれる方がいっぱいいて嬉しい。パパシーに興味がある。どうしよう、握手会でももちゃんの手が緊張で冷たかった。いや緊張してなくてももう手冷たいからさ、多分もう冬の握手会来たらもう手めっちゃ寒いと思う。この可愛くて優しい子にマイナスのこと言わないよ。ありがとう。太もも血だからそうだね。おーちゃんのこと話すと自然と褒めちゃうからね。やったー。もうね、お話し会ねしたらね絶対めっちゃ褒めてくれるからね。もうなんかもう終わった、お話し会終わった後もう笑顔だもん。すごい褒めてもらえたと思って。そう、オンライン何回やってもガチガチだ。確かに私も緊張する。でも前よりは慣れたけど、ももちゃんが優しいからみんなも優しいんだよ。お、よかった。ももちゃんの前では挙動不審になる自信しかない。じゃあ頑張ってももも話しかけますね。これでも実は超緊張してるんですよ。そうなんだ、ありがとう。ももちゃん可愛いしか言う。やった、可愛いが一番というか、なんて言ったらいいんだろう、私可愛いって言われるのすごい嬉しいんですよ。始まる前のカウントダウンが一番緊張する。それは分かる、あの321みたいなやつかな。私もお話し会だがガチガチで、もうちゃんと何も喋れません。喋るってのじゃん。可愛いって言ってくる。可愛いとか好きって恥ずかしくて言えないものよ。確かに、ね、ありがとう。今日はなんか自分さ、なんか自信のない日はすごいこもっちゃうんですよ家に。で今日とかも実はなんか、なんだろう、理由もないのに、なんか気持ちが上がらなくて、そう、鏡とか見たくないんですよね。もうだから可愛いって言ってもらえると嬉しい。でも今は全然明るいですよ。なんで、なんだろう、でもももは、あんまでも人にすごい顔をじーって見られると自信がなくなる日が多いから、そうだから見られたくないって思う日は思う日はそうこもっちゃう家に。で今日は今日はなんか他のあの気分転換に
コンビニだけ行った。そう、今パパがクオカードくれとって、それを見て、あ、じゃあそれを使ってスイーツを買うって。公園では見まくってますか？え、嬉しい。でもなんか公園でもふと思ってしまう時がある。なんか踊ってる最中は思わないけど、私今どう見えてるのかなって。なんかさ、自分の目で見る自分の姿と人の目で見る私の姿って違うのかなってすごい思ったことある。公園はもーちゃんしか見てない。え、嬉しい。ありがとう。もーちゃんから目を離すとももくまが起こるかな。そうですよ、素敵にしか見えない。お、よかったよかったよかった。ててステージのももちゃんを見てファンになったからね、めっちゃ可愛い。よかったです。そう、コンビニの何買ったっけ。なんだっけな、あ、いちご大福みたいなやつと、唐揚げくん小さじとかな、その2つです。これからじっと見るの控えるか。いや、いいですよ。可愛いと思ってくれるならじっと見てください。その手のいちごローソンです。そう、なんかそうローソン好きなんですよね。高知に結構あったからローソンずっと愛用してて、そう、ありものいつ解禁したの。そう、なんかもういいやって思っていつも買っちゃう。うん、ジーって。どうぞ、STU カラーやもんな。そうですね。それなんかスイーツが一番好きかも。あー、でもどこも好きだ。あて、ここもいろいろ美味しい。だからコンビニ全部のさ、どこでもさ、このスイーツのとこ見に行くのが好き。お話し会でじっと見てるだけでもいい。いいよ。今日から始まったローソンの鬼滅の一番くじ15分で完売。すごっ。そうなんや。でもセブンイレブンのあのお餅のさ、杏仁豆腐じゃないや、あれなんだ、わらび餅、この間紹介したやつも美味しかったし、なんだっけな、プリンも美味しかったし、セブンのスタバはね、実はあんま行かないんですよ。なんかそう、あの行きたいんですけど、あの甘いもの食べ過ぎるとダメかなってことであんま行ってない。なんか基本飲み物はね、そんなにね、なんかそうそう、炭酸とかも大好きなんだけど、それは我慢できるんよ。ゴンちゃんも一回も飲んだことない。お姉ちゃんが飲んでるのをちょっともらったことしかない。サイズ中も私未だによくわからんかもしれん。あんま飲まない、本当に。なんか最近はほぼ水とお茶で暮らしてる。ジュースをあんまり飲まない。好きなんやけどね。なんかでも私めっちゃお菓子が大好きで、お菓子食べちゃうから、よくあのジュースは我慢するんですよね。お店によってサイズの選び方違うの困る。あ、そうなんや。
健康的だね。でもママはお菓子食べちゃうからお菓子食べちゃうから意味ないのかなみたいな。でもお菓子とそういう炭酸とか合わせてたら余計にやばいからそうって思っとる。なんかそう食べることによってすごいなんかストレスがねなくなるんですよ。ママポテチとコーラはやばいです。食べたい。言わないで。ほんまに食べたい。もう最近油しか食べたくないもん。油と糖分しか食べたくない。あとしよう。塩分塩分と油と糖分やめられない、止められない。それがおかしいです。それな、美味しいものは糖と油。ほんまにそう、小麦粉も食べたい。小麦粉1日めっちゃ食べるんで決めて食べれないよ。おお。いやももはねほんまに肌荒れが一番嫌いなのでね。肌荒れするとすごいめっちゃ気分をいつも悪くするので自分がもう嫌なんですよ。だから頑張らんといけない。最近乾燥すごくて荒れがち。わかるわかる。私冬がダメなんですよね。結構冬ダメな人です。なんかもうやめてみたいな冬ダメ。もうなんかもうビタミンもそう取ってるけど乾燥ダメだよみたいな。もう乾燥肌すごいので私。そうもう夏の方が好きだよママは。乾燥嫌だよね。真夏には冬恋しくならない。それがならないんですよ。冬大嫌いなんですもん。冬さまもうね、体が冷え性なのも多分ダメなんですけど、めっちゃ足寒い。もう手足がびっくりするぐらい寒いので、でなんか。暖房つけとっても学校の授業中ずっと震えとるし、なんかもうそんなだからそう嫌だ嫌だ。でも今年はずっとマスクしてるから唇割れてないの。ああわかるかも。なんかさ私なんか小学校の頃とか唇あんまなんか何もリップは塗ってなかった時期があった、あって、そう小学生の時のとかに。なんで冬にあくびをするとここがパキって割れるんですよね。わかるかな、ここの両端が。それでめっちゃ嫌だった思い出があるから、今はリップめっちゃ塗っとるし、それにマスクしてるからそうもうあれ今は割れてない。あ、ひび割れ出てたんですよ、昔。痛いよね。今年の冬は全然なってないな。確かにマスクなのかな。前にも塗って塗り塗りとしちゃいますか。わお痛いよね、ひび割れって。
くも矯正がしたい。前髪なんか今日伸びてるかも。ひこも矯正がしたくて仕方ならないももはどうしたらいいのでしょうか。でもひこも矯正しに行くたびには2時間もかかっちゃう。2時間なんて待つの辛いんですよね。前髪増えてきてるのかな、なんでだろう。そういえば切った気が。でもね、そう、日によって前髪の量変わる人。そう、最近髪のボリュームがねひどくなってきた。2時間美容院の位置で耐える。あー確かに、アニメを見るしか。そうだね、アニメとかだね。今日の前髪好き。お、パックリ割れとるけどありがとう。前髪増えるとかありますよ、結構。なんかなぜか待ってる2時間ショールームする。やだー、前髪とか髪とか全部あげとるの見られるじゃん。恥ずかしい。でもショールームしてたら終わりそう、すぐ。その2時間が話してると楽しくて。そこが見たいの。やだ、だってさ、あのタオルでさ、前あの髪全部まとめるじゃないですか。あの状態を見られるのは恥ずかしすぎるよ。明日キリに行くのいいな。ねえ、もうさ、今さ、宿毛するか髪をすくか迷ってるんですよね。でもこれは宿毛の方がいい気がするし。もう2月じゃん。だって多分12月ぐらいから取れ始めてるので。そう、多分私もそろそろ髪の毛量が多いのどうかしたいし。なんか両方やると高いんですよ。料金が。あー最近困るわ。困る困る。そう、宿毛矯正って高いじゃないですか。そう、ももさんのお小遣いなくなっちゃう。高いよ、宿毛がまず高いんですよ。だからね、両方はどうだろう。でも両方したい。てかももさ、あの多分あのめちゃ自分でしか思わないことだから、他の人から見たらそんな変わらないんだろうと思うんですけど、11月の28日ぐらいに髪切ったんですよ、この間。でその時の長さが一番好きなんよ、自分の髪で。そう、多分そんな変わってないと思うんですけど。うん、メール見てくる、ありがとう。なんかね、そう、11月20そう何日とかそこら辺がさ、すごい自分にとってはいい長さだったんですよ。
サラッコぐらい短くするの悩みなく、それは逆に似合わんの悩みが出てきそうですね。そう、私は今こんくらいまであるんですけど、髪がね、そう、前髪がすごいな、もういいよ、よいしょ。そうなんですけど、なんかね、これくらいが好きなんですよ私。なんかそう、この細かなとこがね気になる人間で、そう、なんかここをなんか逆になんか自分の髪、自分じゃないな、私の理想の大体女の子ってめっちゃ長いかこれくらいなんですよ、私の好みのタイプの人って。そう、だからでも私めっちゃ長くしたらさ、めっちゃ長くしたら、めっちゃ長くしたらな、逆に毛量が、髪の毛量が多すぎてすごいことになりそうだからできないのね。髪の少ない腰ぐらいまで、髪、腰じゃないな、お腹ぐらいまで伸ばしたかった。そう、難しいのよ私の好みは、髪の毛量が多いのでね。髪これでも空いてるんですよ、これくらいがでも一番好きかもしれないけど、いっぱい美容院行かないといけなくなるっていう、大変。うん、もうちょっと落ち着いてから行きたいと思う。どうぞ。そう、探してみようかな、そろそろ美容院。でもさ、私11月30日はこのか、これくらいの髪だったのに伸びるの早くない？これくらいしかなかったのになんかこんな伸びてる。長くないもん。まだ、だって2ヶ月ちょっとしか経ってないのに。うん、伸びたよ私。めっちゃ本当に髪伸びるの早い人だから、前髪の速度もめっちゃ速い。いやでも5センチぐらいしか伸びてないんですよ。でも5センチも伸びてたらおかしいわよ、おかしいおかしい。これくらいだった、4センチくらい伸びたってことなんかな。うえ、三つ編みもちゃんを見てみたい。三つ編み似合わないですって。なんか三つ編みはミディアムの髪の三つ編みがめっちゃ好きだから切りたいなと思っとる。なんかでもももさ、これ今髪が後ろにあるからなんですけど、髪がこのちょっと量が少ないこれくらいが可愛いと思うんですよね。あ、そう、私が三つ編みするとボリューミーな三つ編みになるんですよ。だから悩んでるよ。ボリューム感ええ？髪は
ラプンツェルの髪にです。本当？前髪がすごい。今こっち伸ばしてるんです。今日折れてると思う名前だけど、嬉しい。ラプンツェルほど長くない。ヤホミマルミマル。髪が見ました。朝ドラに出てきた。お前それはそれは大人っぽい。いい卑怯なのか。落ち着いた感じの。確かに首かじりの回数。これ一緒にピクニックに行っていいですね。見下し目線怒っとるようにしか見えない。髪の量がやっぱ多いな。髪の毛多いのやだ。時間のある時にそろそろ行こうかな。むちゃんの声が好き。かわいい。お、ありがとう。耳かけるとスッキリ感があるからそういった感じになる。それはもう、それは思うけどね。子供っぽい。今日よく寝た。僕たちが来たり、怖い。どうなるんだ、ママの髪は。ショートも絶対似合いますか。髪が入れれぬ服に。似合っとる？
さん感がまず、そうなの？もう髪切るっていつもママに言ったら、なんか体型とその髪だったらすっごいちっちゃい子に見えるよって言われるから、する勇気がない。うん。ハイスリン、お、ありがとう。似合う？ひょっとも可愛いな、ありがとう。右の、左のか、耳、ん？左の耳の前にあるコロがセクシー、これ切らないぞ、ママは。髪切ってないよ。髪切ってないよ、あるよ。髪復活ですね。今何本ですか？長い方が大人っぽく見える。お、嬉しい。22分。お、22分。オッケー、ありがとう。23分になったらやめます。あー、あと1分。ありがとう、教えてくれて。すぐやん、ほんとに。あ、23分になった。早かった。もうなってしまった。なってしまったのね。それではするわ。読みます。あーって言った。これダイヤさん、トトイありがとう。いちごに花束もありがとう。スタジオしょくちゃんさん、かわいいありがとう。みさおさん、このチョコレートありがとう。つかちさん、ありがとうありがとう。ディリでもいいよもありがとう。ひっぴりりさん、ハートありがとう。もっちんさん、チョコレートありがとう。あ、ジャスさん、ディリでもいいよありがとう。コーチティさん、ギリでもいいよ、ありがとう。ドラガンさん、ギリでもいいよ、ありがとう。チョコレートもありがとう。イカさん、イチゴ、ありがとう。新潟、フリーキックさん、タコありがとう。ペンギンさん、チョコレートありがとう。タンポポのお酒さん、チョコレートありがとう。マツちゃんさん、ハートありがとう。ミカさん、ハートのチョコありがとう。ヤシカールさん、タコありがとう。太陽さん、かわいいありがとう。まちちゃんさん、ハートありがとう。ギリが DD に聞こえる。滑舌が悪いかも。セキーさん、ハートのチョコありがとう。アトリショウゴさん、かわいいありがとう。テルさん、ギリでもいいよありがとう。セキーさん、これはイチゴの、イチゴちゃんありがとう。コーチキーさん、バラありがとう。イデシさん、ギリでもいいよありがとう。
エイトさん、ギリでもいいよ、ありがとう。ドラゴンさん、かわいい、ありがとう。ナオトモさん、ハートありがとう。ゆきあきたさん、ハートありがとう。天理さん、いちごちゃん、ありがとう。みかしさん、ハートありがとう。めっちゃ痛くまなかったよ。ピピピピピさん、ギリでもいいよ、ありがとう。てるさん、かわいい、ありがとう。あたりしょうごさん、ギリでもいいよ、ありがとう。なおともさん、いちごちゃん、ありがとう。あざしさん、バラ、ありがとう。たさん、かわいいに、ギリでもいいよに、お疲れとうと、いっぱいありがとう。ギリギリ、しんちゃん先生さん、いちごちゃんにハート、ありがとう。なおともさん、かわいい、ありがとう。ピリリさん、ギリでもいいよ、ありがとう。ありがとうございます。ストラバイト、お、ありがとう。ぜひコメントを返しているので、ぜひいっぱいコメントしてね。それではランキングも読んでいきたいと思います。13のゆきあきとさん、ありがとうございます。どんなおもちゃでもかわいいよ、お、ありがとう。12位のミカさん、ありがとうございます。11位の天理さん、ありがとうございます。2月も3月も4月3日も5月5日も話し会予約済み、お、楽しみにしてます。いっぱい話せる、やった、会えるの楽しみにしてます。10位のヨスケさん、ありがとうございます。9位のテキグン42さん、ありがとうございます。8位のまちちゃんさん、ありがとうございます。7位のタンポポのお酒さん、ありがとうございます。もちゃんは今日も可愛かったよ、ありがとう。6位ののりさん、ありがとうございます。ぷくちぷくちぷくち、ありがとう。ぷくちってさらちゃんが言ってるように思う。5位のまりもさん、ありがとうございます。4位のピーさん、ありがとうございます。3位のふみさん、ありがとうございます。今日はももちゃんと皆さんが微笑ましく感じたよ。ありがとう。2位の MH したくものグッタイピピピピピさん、ありがとうございます。1位のひでくんさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。テレテテテパチ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 、ありがとう。今日も配信ありがとう。こちらこそありがとうございます。こんばんは、こんばんは。欲しいなと伝えたもちゃんのスキピ、お、ありがとう。スキピ、これからもめちゃめちゃ嬉しいですよね。ありがとう。今日も可愛かったよ、ありがとう。元気出たのでドンキ行ってきます。いってらっしゃい、いってらっしゃい。どこのドンキに行くのでしょうか。もーちゃん4周年で初めて広島に行くのでよろしくね。お、よろしく。白の髪を改めてですね。じゃあお話し会8日の7時だったかな、8日までかな、どっちだって、あれ
今再販があるんですけど、ぜひぜひ5月1日の7時間目と4月3日の7時間目が特におすすめ日です。よかったらぜひ宣伝慣れてないです。そう、もうね、可愛いと思ってもらえるように頑張るので、よかったら待ってます。あと明日も、明日は19時半から七並べのお礼配信をするので、よかったら来てください。待ってます、ね、ツイートしてみようかな。どう、ちょっとどうしようかな。まだ書いてない、うん、まだ書いてない、今から書くから。そう、おやすみ、おやすみか。それではバイバイ、またね。ありがとう、今日も楽しかったです。バイバイ、おやすみ、いい夢見てね。バイバイ。おやすみ。